界のレジェンド、マスタープレイヤーでいらっしゃいましたラモス・ルイさん、現在65歳。6年前に脳梗塞に倒れて生死の危機をさまよいましたが、ご家族と仲間の支えで驚異的な回復を遂げ、すっかりよくおなりになりました。今日も来ていただきました。ラモス・ルイさんは1977年にブラジルから日本にいらっしゃって、もう45年。そうですね、2年のつもりでいましたけど初めは2年のつもりが45年。45年です。すごい。で、まあ、初めはこういう感じだったんですけど今のようなだんだん素敵な大人におなりになりまして、まあ、三浦知良さんとか武田信弘さんとか、はい、相方たちと一緒に日本サッカー界の黄金期を築いたお一人でいらっしゃいます。今申しましたように現在65歳で、お二人のお孫さんのおじいさんでいらっしゃいます。ただ残念だったのは2011年奥様の初音さんを亡くしなりました。転移性肝癌でしたね、はい、もうお若く52歳で、本当に今お写真が写ってます、仲良かった奥様、はい、残念だったんですけど、その時あれですって電話番号ももう変えちゃったんですって。人の人買っていくと嫌です。はい、もうゼロからスタートで、もうショック大きすぎたのかな、うん、本当に娘とか仲間がの支えなかった、特に息子とあの当時が多分もう亡くなるんじゃないかと、自分でもあの世に行くんじゃないかなと思ったぐらいに、ちょっと早すぎたし、まさかがんとかと思わなかったし、奥さんも52歳だったから、ね、はい、若くて、もう見つけた時ももうどうしようもなかったのかな、と。できれば代わりにも書いてあげたかったんだけど、まあ、あなたのためにいろいろやってくださった奥様だったんですけど、いや最高の女性でした、はい、ね、ここまで来れたのはやっぱり彼女のおかげだと思ってます、はい、初音さんがそんながんで亡くなるなんて夢にも思ってらっしゃらなかったからね、はい、もうまあ、本当に半年ほどもう本当にもう暴飲暴食、もう飲み歩く、そうでもそんな中に今の奥様と出会った。そうですね、まあ、正直ちょっとこの10年前ぐらいにこの番組出させていただいた時に、本当に自分の中の愛がもう空っぽになりましたから、もう絶対二度と結婚もしないなと思いました。そこまで本当に空っぽになり、うん、もう枯れましたから自分の中の愛が、うん、って思うのが、それでまあ1年ぐらいも本当にバカなことばっかりやってまして、まあ、ショックでどうやって立て直るのかなと思って、うん、でその素敵な女性、また、まあ、共通の友達の紹介で、まあ初音ちゃんまで来てた時に知り合いだったんですか、ちょっと、うん、東京とか大阪とか名古屋でバカなことやってるのかな、彼女の耳どこに入ってて、で共通の友達みんな食事しながら、初音ちゃんが、初音さんがあなたのこの姿見たくないよって、食事の時そう言われましたね、そのね、しっかりしなさいよとか、まだ子供がいるとか怒られて、あなたの面倒見るのは私しかいないよって言われた時に、いや男前なと思った、あれもう驚いたんですよ、まさか彼女の口からそんな言葉出てくるか思わなかった、うん、まあ、それが今の奥さん。そうです、今のとしこさんです、はい、としこさん、うん、はい、そこでちょっと付き合うようになって、うん、まあ、1年半ぐらいで、まあ、真剣にやるんだったら、あなたが真剣に結婚向き考えてるんだったら付き合います、じゃなかったらここで引くって言われた時に、うん、いや真剣にじゃあ結婚しましょう。でも良かったですよね、サッカー選手として人間としてここまで来れたのは初音ちゃんのおかげだと思ってます。でも今トシちゃんがいなかったら、私の恩人ね、トシちゃんがな、うん、と初音ちゃんが命だったけど一番最初ね、はい、すごいねこれ、家族の写真で、娘と息子もすごく仲良くしていただいて、うん、初音ちゃんのお母さんもすごく大事にしていただいて、ね、初音さんのお母さんも一緒なんですってね、亡くなった奥さんのお母さん、はい、もちろん今でも仲良くさせてもらってるんです、もちろん、うん、毎週電話もしてます。そうです、月1回くらい会ってみんなでお食事したりしてます、はい、本当ラモスさん一家ってこういうふうになるんですね、はい、それで幸せになったと思ったら、再婚なさった翌年に突然あなたが脳梗塞になったんですって。そうです、はい、どういうふうになったんですか。寝てまして、朝がなんか手がね顔に叩いてて、私いつもうつ伏せで寝ます、で手がねこうやってパッ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 変わってて、うちのトシちゃんが映画見てたんですよ、ね、人の顔が叩くなよとか、えとか思って何もしてませんよとか言ってさ、でまた寝て、その時また多分痙攣が起こしてたんですよ、その時びっくりしてベッドに
座ったらそのまま落ちたんですよ、うん、でそこで戻ろうと思ったら戻らなかったんですよ、うん、え、なんでなんでこんな戻らないの、うん、力入らなかったんですよ。あ、そう、はい、で戻らないですよ、うん、力入らなくて、それでどんどん彼女に電気つけて、うん、まあ、ポルトガル語で結構文句言ってたからどうしたとか言って、で、まあ、目がうろうろしてて、あ、これちょっと、まあ、自分の判断でね、うん、これちょっと違うね、奥さんがね、はい、うん、で救急車呼ぼうよって、うん、まあいいよと、まあ、最初自分でその日がご家族とトシちゃんの、あのトシ子のトシちゃんの家族と一緒にグアム行く予定だったんですよ。でそこ自分の中では、うん、まあ、病院行って点滴打ってグアム行こうかなと思って、うん、それほど悪いと思わなかった、はい、そこでもう目が覚めた時も病院の中だったんですよ。それで救急車で病院に運ばれて、はい、右の大脳動脈に脳梗塞が起こってるってことの診断、ただそういうのは全部覚えてらっしゃらないんですね、全然、どうやってね、はい、うん、全然全く、脳梗塞っていうのは時間との戦いで、もうちょっとでもあの遅かったら奥様がいらしたからよかったんだけど、死んでたかもしれないぐらいひどかったんですって。そうですよね、私そう思ってます。だからもう本当に命の恩人かなと奥様ね。そうです、もう二度と、一瞬あの目が覚めた時に医者同士であの野菜発を起こしたら、ちょっと野菜発っていうことがちょうど私半年前ぐらいにあの私のお姉さん一番友達が脳梗塞で死んでる、亡くなってるんですよ。あら、そこで聞いた瞬間再発を起こしたらやばい、もう本当にパニックになりました。これが奥さんとかね、息子と娘が妊娠してたし、もうすぐ生まれるって、これ二度と会えないんじゃないかなと思った瞬間にパニックになりましたね。そう、でも検査とかいろんなことは全部健康には気を使ってらしたんですって、それまでも。そうですよ、病院が結構、まあ、だいぶもね、まあ、人間生きてればね、何が起きるのかは分かりませんけど、うん、だいぶストレスとかさ、いろいろ移動が激しくて、だいぶ疲れもあったし、まあ、お水飲まなかったんですって。そうですよね、きっかあの引き金が多分あのすごいトレーニングやってて、ちょっと水足りなかったんじゃないかな、分かんないけど、うん、はい、な気がします。まあ、引き金がそこだけじゃないですよ、水飲まなかったからだけじゃないと思います。ただ体すごい、その後全部先生が調べてもらいまして、まあ、血管とか筋肉とか全部調べたら、もう若くてって言われたんですよ。あ、そうなの。原因が全くわからないですよ。原因が、なんで、はい、何が起きたかわからないって医者が言われました。あんまり綺麗すぎる、綺麗すぎる、はい、体が。だけどよく思うとサラダはあんまり食べないし、お魚食べないし、言われてみたら確かに私あまりサラダが興味がなくて、特に魚とか肉ばっかり食べてましたな。そうですね、まあ、それもちょっとビールなんかガブ飲みしてた。大好きで、一晩で20杯ぐらい軽く飲んでました。あ、そう、お水飲まないで。飲まないで。いや、バカなことやってましたな、本当に。あの初音ちゃんが亡くなってからそういうの、ね、本当ね、ちょっと。でもまあ、入院中は体の左側が思うように動かず。はい、全然動かなかったです。で、その後ずっと車椅子の生活になったんですね。そうです、あの先生が、あのちょっとよ寝たら、ちょっと寝たり起きたりしてた時に、先生がうちの妻に、あとしたに、あの車椅子の可能性もないよ、ゼロじゃないよって言われたから覚悟しといてって聞いた瞬間に、絶対それだけないなと思いまして、うん、頑張ろうかなと。ちょっと2日間ぐらいがもうすぐも歩くしかないなと、うちのとしちゃんがね、もうすぐですよ。でも奥様は一晩中あの病院に寝泊まりしてくださった。ずっとですよ、もうずっと病院お願いして、ただベッドじゃないんですよ、あのマッカみたいなところに寝かされて。あ、そう、うん、あ、だって怖かったのは、起きた時に、もし再発起きた時にそばにいないで、二度と会えないんだって、すごい不安があって、お願いして、先生お願いして、まあ、ベッドがないんだけど、このところで寝かしていただけないかなと。辛かったですよ、本当に。彼女にも辛かったと思いますよ。20日間以上ですよ。なるほど、はい、で、その間ずっと付きっきりで。ずっとです。いい奥様ですよね。いや、素晴らしい。私、ね、すごい。前の奥様といい、今度の奥様といい、本当に。恵まれてる女性に、ね、娘もいいし。本当に。でも、その病院からリハビリセンターに移って、3週間の過酷なリハビリをなさった。いや、そこは、まあ、逆に辛かったけど、良かったと思います。まあ、感謝してます。あ、ちょっとそれ、あの、VTR があるんですって、ちょっと見せて、歩行、はい、訓練やってらしたところ。でもこれはもう随分良くなってるんじゃない？
そうですね、だいぶ私たちも内緒で練習やってましたんですよ。はい、ね、やってました。まあ、初めはもちろん体がよろけちゃったし。そうですよね。はい、それでリハビリセンターの先生たちとか付き合ってくれた先生、大変だったと思いますよ。先生たち頑固でわがままで。でもね、リハビリっていうのは本当につらいですもんね。わかります。つらいです。私今ね、多分脳梗塞でたくさんね、そういう倒れた人たちたくさんいらっしゃると思う。できればサポートした人たちがね、わがままじゃないですよ。本人が一生懸命やってるんだけど動かないですよ。そうよね。私も先生怒られた。ナモさん、もうちょっと頑張って。いや、その時も怒ったんです、先生に。いや、私やってるよと。頑張ってます。頑張ってます。それやっぱ褒めるべきだと思うんですよ。あと私たちも無意識でいろんなことを言い出すんですよね。それはわがままに聞こえるかもしれないけど、そうじゃないんですよ。その辺ね、カバーしてくれるのがやっぱりその周りにいる人たち大変だと思うけど、支えてくれる人たちがやっぱりそこにちょっと、もうちょっと。なるほどね。やっぱり周りで見てる方たちは頑張れ頑張れなんて言うばっかりじゃなくて、はい、やっぱりその人のこと本当に分かってあげなきゃいけないってことですよね。頑張ってるんですよ。もうね、本人はね。はい、だからリハビリで随分なかなか思うようにいかないから、イライラすることもあったそうですけど、どういうリハビリなんですか？まあ、最初がやっぱりそのバランスを取りながらとか、左手がボールとかね、野球のボールが、テニスボールとか野球のボールとか、それで1回だけ足がなかなか動けなかった時に、そのリハビリセンター行く前に先生がサッカーが好きでボール持ってきてくれたんですよ、うん、サッカーボールが、うん、でも動けないんですよ。その時が右足でボール触って左足が真似してたんですよ。え、あ、なるほどね、うん、じゃあこういう練習やる。だって全然動かなかったんですよ、うん、固定してて、うん、カチカチで、うん、そこからあ右やって左とか、そう今度が1週間リハビリセンターの時に先生もサッカーボールが、息子もサッカーボールプレゼントくれて、リフティングの、うん、左足のリフティングとか、うん、もちろん歩きとか階段登ったりするとか、うん、結構辛かったけど、一番良かったのは多分そのサッカーボールでリフティングやったこと。ね、本職だもんね。あ、右がこうやってるよって、あなたもこうやりなさいって言ったら、ここがどんどんこういうことできるやるようになったの。そう、最初が、あ、ちょっと VTR があるそうで、ちょっと見てみます。あ、どうですか。1,2,3,4,5,6,7,8 これ悪い方の。そうですよ。すごい。これ大変だったんですよ。そこになるまでね。最初、いや、そう、これ20回ですよ。大変だったんですよ。毎日少しずつやって。嬉しかったですよ。いや、めちゃくちゃ嬉しかったですよ。そうですか。そこ全部柔らかくなったの。おかげさまで。やっぱりやった方がいいんですよね。当たり前ですけど、やっぱりやらないとダメです。やっぱりね、やらない。大変大変だけど、あとその意識も大事ですね。 目的とか、うん、私病院から家まで走って帰りたいと思ったんですよ、うん、その目標は、そこが最初はね、うん、じゃあそこをどうやって家まで歩いて帰れる、どうやって走って帰れるのかなって。やっぱり目標はないとね。何分ぐらいなんですか、そこ。家まで20分です。はい。で、徐々にそれでも、まあ、動けるようになったのは、はい、大体病気になってからどのぐらい経ってからです。1ヶ月ぐらいかかりましたね。特に最初の3週間ぐらい辛かったね、うん、まあ、1ヶ月半ぐらいけど、まあ、1ヶ月でちょっと歩いてましたし、廊下で走ってましたね、かっこね、うんうん、ちょっと早足でとか、ジョギングちょっと程度でできましたね。でも大変よね。いや、大変です。階段登ったりするとか、そういうの。そう大変だ。思うようにいかないよね。いかないです、はい、うん、でも嬉しかったのは、世界中からお見舞いのメールが来たんですって。それ何よりすごかったです。私ちょうどその時も日本大ビーチサッカー、日本大のビーチサッカーやってまして、昔からいろんな、もう UAE とかイランとか中国とかブラジル、もちろんスペインとか、いろんなところ、まあ、全国もね、ラモス頑張れとかさ、いろいろメッセージがやっぱり見てると、早く、逆に早く皆さんに安心させたいから、早く歩きたいし、早く退院したいし、うん、そうそう、うん、社会権開いたいなと、みんなにね、本当に皆さんのおかげでここまで来れたな、うん、ありがとうと感謝の気持ちでちょっと伝えたくて。それがエクザイルのヒロさんから。いや、ヒーローがすごかったんですよね。その倒れてもう3日ぐらいから、まあ、かっこいいすぎる、3日
家がよくなんかずっと連絡があって、娘がね、そうです、岡田さんもすぐですよ、自分の今や FC 今治の時ね、うん、安心してちょっとアドバイザーになってくれないかなって言っていただいてさ、あ、そう、いや、こんな嬉しいこと逆ないんだけど、逆に私の天敵がこの2人だと思います、イスタントが。その後が全国から海外から もちろんブラジルとか海外からも来たんだけど、でもこの2人のエグザイルのヒロさんと岡田さんの2人が、はい、事務所に入んないかとかいろいろ言ってくださったのは天敵みたいな。そうですよ、いい薬だった、私にとっては最高の薬だったね。よかったですね。でも逆にありがたいなと、余計に早く、ね、早く元気な姿からも見せなきゃいけないのかなと、うん、そういうプレッシャー、自分でプレッシャー。なるほどね、だからリハビリやる時もその二人のことを考えると、リハビリも一生懸命やれた。昔の昼の写真と見ながら、頑張ろうね、ありがとうね、ありがとうね。必ず一回ハグハグして、ちょっとお食事行こうかなと待っててねって。そうですか。すごい最高な、本当に自分がやっぱり、一番苦しい時はね。そうね。まあ、素敵な方でまさかね、昼からね、驚かなかったけど、あ、昼らしいなと。ただ自分で車椅子があるし、まともに喋らないかもしれないし、これそこを言ってくれるっていうのはやっぱり最高の男だな、しかし。本当ね。もう最高、素敵すぎるな。悔しい。あまり素敵すぎるな。でも孫に会った時も嬉しかった。あ、もちろん、もうやっぱりもう退院したとかの顔、孫の顔をね、娘がね、あ、やっぱりそれは嬉しかったですよね。うん、あ、すごく嬉しかった。そうでしょうね。でも、あ、今も遊ぶときは全力で遊ぶから疲れるんだって。いや、疲れますよ。ちっと半端なことできないんですよ。せっかく久しぶりしか会わないから、もうたまに自分たち嫌がるぐらいです。そう。でも自分はもう 100% 遊ぶしかないです。かわいいね、はいはい。そういうお孫さんと遊ぶ日が来るなんて思ってなかったでしょ。いや、思ってなかった、正直。いつか再発来るのか、その半年以上の毎日が辛かったですよね、うん、今顔が見たけど明日見れるかどうか分かんなくて、なんかパニックになりましたね、すごいな、うん、でも現在はもう再発する心配はない。いや、全くないわけじゃないですよ、私生活も関わってくるからね。ちゃんと野菜と魚も毎週3回ぐらい食べてます。食べるようになったの。酒もだいたい6杯までしか飲んでないし、それ毎日じゃないし、はい、長く行きたいし、まだまだ日本のサッカー界がちょっと
あのヒーローにしても岡田さんにしてもまだまだ恩返ししなきゃいけないが、いろんな支えてくれた人たち恩返ししなきゃいけないから、ね、はい、あのおめでたいことは2018年に日本サッカーへの功績が認められて殿堂入りを果たした方でいらっしゃいます。いや、よかったですよね。それも嬉しかったですよね、うん、やっぱり本当に日本に来た時にいろんなことありまして、その壁乗り越えて、まあ、いつかね、まあ、いろんな誘いがあって、海外にいろんなところからでもいつか日本人間としてサッカー選手として見てくれるまでに日本から離れたくないなと思いまして、まあ、初音ちゃんもね、一人娘ですね、連れていったら他の子に連れていったら誰が両親の面倒見るのかな、その心配もあったんだけど、でもこの時期に立花会長をはじめにサッカー協会の皆さんが、先輩方たちの皆さんが殿堂入りって認められたっていうのは、やっぱこんな多分日の丸背負って、この名誉な子日の丸背負って戦うのはそれ以外以上名誉なことがないです。ただね、殿堂入り入っただけでもやっぱりすごいんです。やっぱり大砲、やっぱりこれは最高の恩返しが協会にしたと思う、少しだけでもしたと思います。やっぱりブラジルにいらした時よりも日本にいる方がもう長いんで。長いです、全然長いです。私リオまででリオは20年で、サンパウロ20年で、日本はもう47年がいますから。あ、そう、はい、長いです。どうですか、日本好き？大好きです、大好き。絶対ここで昔から、今じゃないです、昔から、帰還した時からもう本当にここで骨を染めてもらいたいなと思って、自分でも日本で、日本に恩返ししたいって気持ちもあるんです。今でもあります、もう。そう、中の形ですごいあります、はい、支えてくれたし、日本のおかげでブラジルの家族も助けられたし、そう、やっぱりそういう恩返ししなきゃ。私生まれた時からずっと子供の時から教えられたのは、やっぱ感謝、恩返し、リスペクト、だからそれも人気の世界ですよ、私は。でもサッカー教室を通じて、はい、素敵な若い人たちを育てるというのが今のあなたの夢。そうですよね、うん、まあいい選手がならなくてもやっぱりね、いい青年がね、うん、そこでね、いい青年になっていただいたら嬉しいね。やっぱ親孝行できるし、ね、うん、思いやりがあって、 おじいちゃんおばあちゃん大事にしてとかさ、ね、そういうのを育ちたいですよ。なるほどね、はい、うん、何もサッカー選手にならなくてもでも、はい、うん、いい おじいさんおばあさん、お父さんお母さんに親孝行するような、はい、いい青年になればいい、はい、それは私の、うん、夢とか目標、今の目標はそれですよね、はい、そうですか。まあ、サッカー教室など素敵な青年を育てる支援をしたいと思ってらっしゃる、ね、今でもずっとこれから。でもまあ病気も治ってね、本当に良かったですよね、はい、今同じように、はい、前と同じようにお話できるしね、最高の幸せでした、ね、本当に良かったと思います。地獄から天国来ました。本当ですよね、ありがとうございます。また花ご病気もなさいましたけど、今日ラモスさんにお元気でお会いできて本当に良かったです。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。徹子の部屋はテラサで過去の放送回を配信中。無料見逃し配信はアベマ TVer で。